今日私たちは卒業します。卒業します。行きたかったカンスト旅行、なかなか戻ることができなかった S プラス、プラトゥーンを卒業します。いやもうしませんけど卒業シーズンですね。卒業シーズンですね、本当に。うん、卒業式の思い出といえばね、総練習みたいなあったじゃないですか。総練習みたいなのあって、僕ね、あれ中学の卒業式だと思うんですけどね。結構ね、半袖で、冬でも半袖でね、来たんですよ、僕。昔当時ね、なんか中途半端に調子こいてたんで、ほんと中途半端にもう完璧に生きれもしないけど、中途半端に調子こいてて、半袖でまあなんか全然寒くねえしみたいな感じだったんですけど、総練習の時普通みんな当たり前だけど、みんなまあ半袖僕しかいないんで、まあ常にだけど、常にまあ俺ぐらいしか半袖でいるやつはいないんですよ。まあ、寒いんだけど寒くないふりして、ね、寒いんだけども寒くないふりしてやってたわけですよ。でその総練習になりますと、で体育館に集まるわけじゃないですか。全校生徒、全校生徒集まって、でなんか歌とか歌うじゃないですか。でこう入場したら、僕以外みんなブレザー着てたんですよまあ当然なんですけど、そしたらね、もう分かります、ちょっと想像してもらえばいいんですけど、全員黒とか紺色なのに、真ん中、しかもど真ん中ぐらいだったんですよね。もう背も中途半端な真ん中ぐらいだったんで、ど真ん中に白いやつがいるわけですよ。日の丸弁当みたいな、日の丸弁当の梅が白いバージョンみたいな感じになってしまいまして、ものすごい下の下級生から指さされて、あいつやばないみたいな。でね、何が悪いってね、担任も同級生も誰も教えてくれなかったんですよね。確実に俺をネタにしようとしてものすごい恥ずかしいね。寒いのになぜか汗が出てしまうみたいな、このわかります、その変な汗を かいてしまってね、もうあやでした。それぐらいかな。あとなんかあったかな。高校の時ってなんか覚えてないな。高校の時なんか名前を間違えられたんですよ、確かそうだ、お名前をね、名前をですね、見事に間違えられまして、これかな。担任めっちゃ苦笑い。担任も上がってたんでしょうね。緊張したんだろうと思うんですけども、名前を見事に間違えましたと。しかも、2回ぐらい噛みましたからね。間違ったこと気づいた後に、その後まあ言い直すでしょう。言い直した後、上の名前と下の名前1回ずつ噛みました。担任は。もう忘れもしませんよ、あの事件。めちゃくちゃな名前になって、ちゃんとだから名前呼ばれてんだ、要はもう卒業してないんじゃないかな、まだ高校生って言っても過言ではないんじゃないかなっていうレベルの間違いをさっきから俺にスパショックすぎちゃう、マジで。ほんまにそんな感じかな。なんか皆さんもあるでしょ、思い出。なんかその卒業の歌歌った時にさ、その音程外れてなんか恥ずかしかったみたいなあるじゃないですか。まあでもみんなで歌うからそんな分かんないかな。やばい、ちょっと落ちた方がいいな。特策。それぐらいかな。小学校とかはなんかなかったかなとか。小学校はね、何もなかったです。平和だった気がする。まあなんかコロナでね、卒
授業式できない子とかもいるみたいですけど、それはちょっとかわいそうだなとは思いますけどね。まあなんか学生とかだったら全然かかってもねえ無償化しないみたいな話だから、授業式ぐらいはやってもいいんじゃないかなと思いますけどね。コロナに踊らされすぎだってなって謹慎中はもう OK いいとこじゃないか。こっから押し返すのってきついはず。相手は勝ったでしょこれ。あと砦ビーコン置くの忘れてた。砦ビーコン、砦ビーコンカッコ仮みたいな感じ。 OK ナイス素晴らしい。 OK いいよ。まあ、なんか雑談で終わりましたけどね。ちょ、思ったんだけどさ、俺の動画って、ちょっと俺の話を聞いてほしいから、映像いらねえんじゃねえかなと思ってたんですよね。でもちょっと思考を凝らした動画を次どうぞ。はい。ま、つまりは、ま、こういうことですよ。こう、ま、やっぱトークに集中してる。ま、ラジオみたいな感覚で。じゃあラジオ放送やれって言われるんですけど、まあ、ゲームで手持ち無沙汰なんで僕も、まあ、一人で喋ってるわけなんでね。あ、ラジオのパーソナリティって一人じゃないよね。数人で喋ってますよね。一人のラジオとかあるっけ。尊敬するな。それはさすがに一人でずっとベラベラ喋るんだったらマジすごいっすね。そうなりたいわ俺も。いや、なんでお前ポイセンか。あぶねえ。いや、これダメだ。もう負けた多分。塩を取られましたね、完全に。よっしゃ、ラッキー。これね、もう使っていいと思うんだ。これはね、絶対使っていいよ。ナイス。オッケーオッケー、ナイスナイス、持ってくれた。さすがにおしゃべりだけど、一人では、まあ大体一人で喋ってるって言われるけど、一人ではね、喋れない体にしときたい。ナイスー。落ち着けば俺だって、ちょっと待って。あれこれ終わったんじゃない？敵ひどい。今、ドイヒーだったぞ今の。ドイヒーだったぞ今。インリンオブジョイ、ドイヒーだった。インリンオブドイヒーだった。確実に。だからね、これぐらいの映像でいいと思うんですよね。ジャンルがちょっと違うんですよね。ゲーム上手くてそれで生きるような人間ではないんですよ。ゲーム上手いからそれで生きるみたいな、そういうタイプではないんですよ。え、どこ？あ、改造か？誰も、ここ来ないんだったら、ここ行っちゃうよ。夢ならば、どれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。歌うなって言われたから歌いました。はい。歌うなって書くな。分かったか。歌ってほしくないな。歌うなって書くなよ、お前。分かってんのか、お前。俺には歌ってほしくねえんだったら歌うなって書くな。分かったか。あ？俺に歌うなって書いたやつはもう、歌えって言ってることだと思うから、ね、下手くそなのになんちゃらかんちゃらみたいなの書いてるぞ。いたけどよ、お前。そんなのお前、嫉妬だと思うからな、お前なんて。え？え、嘘だろ今の。え？夢ならばどれほど良かったでしょう。まだに勝利を夢に見る。絶対カンストは無理だと分かってた。だけど諦めずに僕は戦う。
何をしていたの、傷ついていたの、絶対他の3人は思ってる。あーもう無理、絶対歌うからな、お前らが歌うなんて書くたび歌うからな、お前歌うなんて100回書いたら100曲歌うからな、分かってんのかお前ザコがよ、お前らが歌うなボケーって書くたびに俺は歌うからな。お前らが歌うなってたびに歌うからな、ざまがよボタン。まだワンチャンある、ワンチャンある、ワンチームになって、ワンチームになって、最近日本人ってよくワンチーム使うよな、あれめんどくせえよな、なんかワンチームになっていきましょうって、なんか特になんかもう年取ったおっさんがさ、なんかにちょっとにやけ気味に言ってたら一番あれもうシャラくせえわ、もうシャラくせえの意味があんま分かってないけど、シャラくせえわ。最悪、君の全然センスがない、もうちょっと早く落ちてほしかったな。くー、いやまあ活躍できなかったかしら2試合2連敗でもおかしくないぐらいだったな今の。これぐらいでね、次回からあの画面やっていこうかなと思っております。あのこの画面の大きさに対してまあ意見がある方がいらっしゃいましたら、あのコメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。